なかなか決着がつかないこの二人。そうですねー。戦い方と能力がそこそこ似てる感じなんで拮抗してるんでしょう。と言ってもそろそろ切り上げたいところではあるんだけどねー。そうですか。それじゃ、お二人さん、そろそろ切り上げだよー。じゃあ互いに最後の一撃としましょうか。およ。はへ。うお。終わりって言うてるでしょうが、私たちの攻撃を同時に弾くなんて。さすがリンさん、恐れ入りますわ。まったくだ。じゃ、勝負はお預けってことで。そうしましょうか。もう年明けたから今年だな。入学してくるの楽しみにしてるよ。首洗って待っててくださいな。なんかやけに相性いい様子。そうね、なんか笑い方も似てるし。入学してからが面白そう。さて、じゃあ聡明学園組はそろそろ退散としますか。みんなもお昼ご飯だから施設内入ってねー。まだお兄ちゃんお姉ちゃんたちと遊んでたい。なんかお気に召した様子。そのようで。俺も個人的にもっと話したかったな。僕も。あら、数がそういうなんて珍しい。閲覧注意が面白すぎて。閲覧注意。私は学校行くから、後のことは頼むよ。了解。はーい。なんか、意外な感じ。どうした？いやね、サラさんがああ言ったからさ、ズーンとした子がいるのかなって思ってたんだけど、なんか見た感じ普通っぽいよなってのが第一印象だったんだよ。言われてみれば。確かに、精神科病院みたいな感じをイメージしてたよ。そういう風に見えたっていうのは、サラさんたちの努力の賜物なんじゃねえかな。多分最初は地獄みたいな感じだったと思うぞ。なんたって親から、この世から見捨てられたんだぜ。そうだね。そうだよね。自分がその立場になったら、って思うと、うん。私だったら、どうなってたんだろうな。考え出したらキリがないのだ。嫌な予感しかしないのだ。あたいたちは、恵まれてたんだなってはっきり思うよ。だってあたいの両親は非能力者だけど、この能力を知って喜んでくれたからさ。なんだかな。この世にはびこるクソったれな悪意や恐怖みたいな感じだね。捨てる人の気持ちなんてわかりたくもないけど、自分のお腹を痛めた子供を、そう簡単に捨てるなんて、最初から親になるなよ。随分ご立腹なようで。だってそうじゃん。自分の子供だよ、家族だよ。それを捨てるだなんて、正直言って私には意味がわからない。世の中いい親ばかりじゃないってことよ。あとは、理解することに恐怖を感じてるとかかな。理解することに対する恐怖、ですか。能力による事件が起きてるのは、みんな知ってるよね。自分の子供が、そうならないって保証はどこにもないの。私やサイガ君みたいな攻撃系の能力を持ったら、その事件みたいなのが起きるかもしれない。もしくは、自分たちが痛い目に遭うかもしれない。そう考えてしまったら、怖いと感じるんだと思う。それを受け入れるのが、怖い。そういうのもあるんだと思う。要はその人次第ってことか。非能力者主義や、能力者主義を掲げるようにな人たちもいるけどさ、みんなには、その中間でいてほしい。非能力者も能力者も受け入れる人に、じゃないと、みんな、の居場所がなくなってしまうから。能力者も、非能力者も受け入れられる自分たちでいないとってか。まあでも、聡明学園のみんななら大丈夫か。能力者も、非能力者も混在した世界にいるからね。ま、それもそうだね。あーいたたたた。どうした、さき。いやー、サイガ先輩と手合わせしたじゃん。あ、見てた。あの人の能力さ、相手に打てば打つほど無限に攻撃力が上がる系だからさ、結構体に来てさ。言っちゃあれだが、やばいほどの脚力を持ったお前がそういうのか。うん。いやー強かった。そっちはどうだったの？確か、白霊霊下先輩だっけ？その人と話してたんでしょ？ああ、リンさんの言う通り。すごくいい人だった。俺の言うこと、真剣に聞いてくれた。まあ、喋ってたらいろいろとごちゃごちゃになって血と泣いちまったけどさ。それでも話を最後まで聞いてくれた。そっか。よかった。ああそうだ、カズだよカズ。
お前ここのメンツ以外で能力使うこと今までなかったろ、怖いって言ってたじゃんか。ああ、あれは僕が笑いすぎて喉がカラッカラになったから。カズくんがそんなに笑ったんだ、どんな面白いことが。あの変なキツネさんの顔が。ダメだ、また思い出して笑っちゃう。くそー、プにゃははははは。お、そんなに面白かったのか。ひー、あかん、またツボに、にゃっはははは。思い出し笑いでここまで笑うか、珍しいよな。てかそもそもお前が笑ったところなんて見たことなかったわ。ふい、落ち着いたのか。あい、落ち着きました。でさ、ぶっちゃけ聞くけど、カズってなんでここに来たんだ。なんで。あ、ここ最近やっとこっちのメンツとも馴染めるようになったろ。だからさ、お前のこと知りたいんだよ。そっか。って言いながらも俺が事情を言わないのは筋違いか。そうだよそうだよ、キリトから言いなよ。任に聞くときはまず自分から。はいはい、カズは聞いてくれるかいな。うん、いいよ。ってな感じでな、家は壊すわ、行く先々で地震を起こすわで、親にポイってされてしもうたんだわ。キリトは大地を操る能力ってやつだっけ。そうだな、基本は地面関連の能力だ。コントロールできるようになったのは小学生の頃だがな。そっか、言うて私もこの足のせいでいろんなものを壊しすぎたんだけどさ。サッカーボールを蹴ってそのボールが破裂するくらいだしな。破裂するものなの。できちゃったのよね。二人とも、明るく見えるけどすごく苦労したんだね。まあ、それなりにな。で、お前はどうなんだよ。僕はヤクザに引きずり回されてた。ヤクザー、また怖いところに。あと、能力を使うことを強制されてた。僕の意思関係なしに、拒否したら、ご飯抜きだったり外に置き去りだったり、どうも赤ん坊の時に事務所前に置かれてたから、拾ったとか、なんとか。そっか。能力ってどんななんだ。ちょっとキリトに似てるところがあるかな。石とか岩とか水とか植物とかを生み出したり操作できたりするんだ。ああ、なるほど。キリトとカズくんって結構自然を操る系なんだね。そうだな、俺は地に特化してるけど。そうだ、水ってさ、それ飲めたりするの。うん、飲めるけど。よかったら飲ませてくれないか。もちろん無理強いはしない、やりたくなければやらないでもいいから。今さら能力で気持ち悪がったりしないよな。うん、じゃあコップ貸して。はい、どうぞ。はい、いただきます。うま、何これ、不純物がない透き通った水って感じ。私もお兄ちゃん、さっきの水どうやって出したの、見てみたい。おう、わかったから、待っててね。うまし、おかわり、おいしい、お兄ちゃんもっと飲ませて。あはは、僕の体力がなくなって疲れちゃうから、またしばらくしてからね。わかった。能力を使って喜んでくれるなんて、リンさんやサラ先生以外なかったな。こういうのも、いいかな。ふふ、これはさらにいい報告ができそうね。そうだね、カズくんがあんな風に馴染めたんだから。でもリンちゃんの力には恐れ入ったわ。カズくんの心、あそこまで開かせるなんて。そうね。あの子はカウンセリングとかこういう個人の運営に向いてるかも。まあ、タイマンバトルに優勝したからみんながヒーローとして見てる。それもあるかもしれないけどね。さてと、みんな帰ってきたね。さて、さっきの帰り道で話した子もいたけど、みんな、思った印象と違ったんじゃないかな。小さな子から、中学生の子まで、いろんな子たちと遊んで、話してくれたと思う。本当に、ありがとう。楽しく話してくれた子がほとんどだっただろうけど、最初に言った通り、この世から見捨てられた子たちばかりなんだ。みんな、乗り越えたりまだ乗り越えられなかったり、様々な子たちがいる。そういう子たちがいるっていうのを、頭の片隅にも置いててくれたら、そして、みんなの心に何か響いてくれたなら、幸いかな。今日は、本当にありがとう。また機会があれば、遊びに来てくれたら嬉しいな。チルノとかはみんな喜ぶんじゃないかな。
みんなの心をガシッと掴んでやったからな。また綺麗な遊園地を作ってやる。なんか言うなうまきれなに腹が立つなだ。なんでだよ。